とも最近、こちらのタイニーフープに、ドハマりしている佐々木です。最近ですね、タイニーフープを始めたいけど、何を買えばいいのっていう質問が結構増えてきたので、私がタイニーを始めた時にまず何を買ったかっていうのと、あと買う時の注意点を動画でお話しできればなと思います。何か参考にしていただければ嬉しいです。では早速どうぞ。まずは目的に合ったもの選びをということで、プロポだったりゴーグルを揃えるときに、まあ、どのレベルのものを揃えたいのかっていうのを考える必要があります。私は最初はこんな5インチのレース機に手を出そうとは全然思っていなかったので、とりあえず、まあ、ハマるかもわからなかったので、お値段重視で、まあ、タイニーレースには出れるかなぐらいのレベルのプロポだったりゴーグルだったりを、最初揃えました。なので皆さんがタイニーを始めるというか、まあ、プロポとかゴーグルを揃える際に、まあ、このとりあえずタイニーループで遊んでみたいのか、それともまあこちら今後を見据えて、まあ、性能がいいものを最初から揃えておきたいのかっていうところを考える必要があると思います。今回はこちらですね、お安く集めるメインで、私が何を揃えたのか、お話ししていきたいと思います。まずはざっくり揃えるものとしては、このプロポコントローラーですね。プロポと、あとは機体ですね、タニフープの機体と、あとはこの FPV ゴーグルが必須になります。ここで注意事項として、 FPV のこのゴーグルを使用してドローンを飛ばすためには最低でもアマチュア無線4級が必要となります。あとは開脚申請というのが必要となるので、そこはご注意ください。こちらが私が最初に購入したプロポの、スペクトラムの DXE というプロポになります。これはエアクラフトさんという会社で購入しました。でここで購入の際の注意点なんですが、まず一つ目が汽笛マークがついているかということと、あとはモード1とモード2の選択があると思うので、そちら注意が必要になります。私が思う DXE のメリットとデメリットですが、メリットはやっぱ何といっても安いっていうのが一番のメリットかなと思います。あとはもう一個はエアクラフトさんの問い合わせ対応がすごいいいなっていう、なんか問い合わせが早い、問い合わせの回答が早いっていうのと、あと日本語の担当者がいるっていうのはすごいありがたいです。で、デメリットとしては1個だけ、プロポの、これまあ双葉のプロポなんですけど、このスティック、ここですね、このスティックの、スティックのここの長さが DXE は結構長くて、で、プロポってこうやって持って操作するんですけど、これが高いとこんな感じになっちゃって、この指を曲げるのが結構しんどいっていうのがちょっと、デメリットだったかなと思います。ちなみにプロポですが、まあ、さっきからこの双葉のプロポを出してますが、私はレースキーを始めるにあたってプロポ DXE からこちらの双葉に買い替えました。で、買い替えた理由としてはやっぱりユーザー数がすごい双葉を使ってる人が多いので、設定だったりなんか分かんないことがあった時に聞きやすいっていうのと、あとはまあ最適ないい設定にしてもらえるっていうメリットがありました。あとはプロポの画面、ここに液晶画面がついているので設定がまあしやすい、こんな感じで設定が出てくるんですね。出ていてこのボタンとかで設定を調整することができるんですね。なので、まあ、設定しやすいっていうのと見やすいっていうのはメリットかなと思いました。
あとは機体によって こいつは30機まで設定することができますっていうのがいいなと思って側に変えました。次に機体ですね。機体は私は今はこんなピンクの可愛い機体を持っていますが、最初に購入したのはこんな感じのですね、真っ黒のかっこいい機体です。インダクトリックスプロという機体でした。次に機体購入の際の注意点ですね。私は2点注意点があると思っていて、1点目は重量ですね、重さ。私は去年の2018年の8月ぐらいからタイニーを始めたんですが、そこから、タイニーのレースに何回か出ていて、でその際にこの機体の条件、レースに出場するための機体の条件っていうのが、バッテリーを合わせた、このバッテリーと機体を合わせた重量が 30g 以下であることという制限があるレースが結構多いイメージです。なので機体を買う際は重さ、重量を1個注意するっていうのと、もう一つがこの機体とプロポの通信方式が同じであることっていうところを意識する必要があります。これはちょっと次のページで説明していきたいと思います。その他は、見た目だったりとか色だったりとか自分の好みで決めて大丈夫だと思います。次がプロポの通信方式についてですね。機体を買う際はこのプロポの送信モジュールと機体の受信モジュールの通信方式が対応している必要があります。でも、このプロポから電波を出して、でこの機体に、前に進めだったりってこう命令を出しているわけですが、この送る電波とこっちが受け取る電波の通信方式が合ってないと、ちゃんと、機体が言うことを聞かず聞いて飛んでくれません。でですね、そのプロポの通信方式っていうのはこの、プロポのメーカーによって決まっています。で例えばこいつ双葉だったら SFHSS っていう通信方式だったり、あと TFHSS っていう方式で、これの前に持っていた DXE スペクトラムっていうメーカーさんが出してるんですけど、スペクトラムだったら DSMX っていう通信方式だったり DSM2 っていう方式を使ってます。で、私が最初に買った時はスペクトラムのプロポを購入したので、この機体も DSMX の通信方式に対応している、ものを買う必要があります、ね、それは機体を買う時に何レシーバーが何に対応しているかっていうのを確認してやれば大丈夫です。ちなみにですね、今回スペクトラムを買った後に私はプロポをこの双葉に変えたので、そのタイミングでこいつタイニーに乗っていたレシーバーも DSMX 方式のものから SFHSS 方式に対応しているものに乗せ替えました。次はゴーグルですね。私が最初に買ったのはこいつ八つ墓ゴーグルと言われるやつなんですけど、イーシンというメーカーの EV100 というゴーグルです。このゴーグルのメリットとデメリットですが、メリットは、なんといっても一番安いっていうのと、あとは薄い、超薄いんですね。こうで結構分厚いこのアマサンゴーグル、こんな分厚いゴーグルもあるんですが、あれはちょっと結構肩が凝るとか重いっていう話を聞いたので、この薄いやつは重宝しています。あとは二眼式っていうんですかね、こんな感じで両目でレンズが
が別々になってるんですね。なので片目ずつ、まあ、焦点距離だったりとかの調整ができます。で、二眼レンズの他には一眼って言ってこんな大きいレンズをこう両目で見るっていうタイプのものもあります。で、まあ、デメリットとしてはちょっと他のファットシャークっていう高いゴーグルを見せてもらったりするとそれと比べるとちょっと視野が狭い画面が狭いかなっていうのはありました。あとはちょっと見た目が八つ墓村っていじられるのはちょっと、うん、デメリットですかね。可愛いですよね。その他私が買ったものとしてはこれ予備のバッテリー、ゴーグルのバッテリーですね。このゴーグルのバッテリーどうやってつけるかっていうとこいつ、こうですね、ゴーグルのここにバッテリーをつける端子があるのでこいつにもうそのまま挿してやってでここにバッテリーを入れる場所があるのでここにでしょ、こうですね、入れてもうこのままゴーグルつけるっていうだけです。それだけでゴーグルつきます。で、もう一個買ったのがここについてるゴーグルのレコーダー、ゴーグルの映像を録画するレコーダーです。とこれはですねこのレコーダーに SD カードをセットに入ってるんですけどこんな感じ、 SD カードをセットできるようになっていて、でこのレコーダーに付属してくるこいつ有線ですね、この線をゴーグルのこっち側、端子入れるところがあるのでこっち側とレコーダーのこの端子入れるところでつないでやるとゴーグルで映し出された映像が、まあ、そのまま有線でレコーダーに録画されるっていう仕組みになっております。でちなみにこのレコーダーの電源なんですけどここに穴があるのであってなんとゴーグルの方にも こんな端子がついているの です、ね、これを挿してやるとこんな感じでレコーダーにも電源が供給されます。これは自分が、どんな感じで自分が飛ばしている映像、まあ、後からどんな感じだったか見ることができるのでこのレコーダーおすすめです。あとはレコーダーの録画を始めるとやっぱりこのバッテリーがめちゃくちゃすぐなくなってしまうのでバッテリーも、まあ、2本目の予備あった方がいいと思います。ここで初期総額のまとめです。一通りこれだけあれば最低限飛ばせるかなっていうものたちを集めて私はだいたい3万ちょっとでした。まあ何かのご参考までに。ここで、その他にあると嬉しい情報をちょっとお伝えしておこうと思います。まず機体のバッテリーについてですね。と機体のバッテリーのタイプなんですがこいつら違う、うん、ここか違うタイプなんですけど違い分かりますかね。まず1個大きな違いはこの差し口のこのコネクタの大きさ結構違うの分かりますか。こっちのちっちゃい方はこの口 PH1.25 っていうサイズになります。でこっちの大きい方は PH2 っていうサイズとかになります。で、まあ、バッテリーこの差し口の違いとあとこいつは電圧が 3.7V のものと 3.8V のものが売っていてそこに 3.8 って見えるかな 3.8 って書いております。ですがまあ売ってるのは 3.7 と 3.8 の2パターン売っています。で、タイニーをやってる人はほとんどこちらのでかい PH2 の差し口でかつ 3.8V のバッテリーを持ってる人が、まあ、私が見た方はほとんどですね。まあ、まあ、PH2 で 3.8V のものが一番何ですかパワーもあって持ちがいいというか、まあ、効率がいいっていう風に聞きました。
でですね、今回紹介した真っ黒の機体ですね、インダクトリックスプロは、最初このできた形でやってくるんですけど、でここのバッテリーを挿すところ、こいつですね、こいつ、まあ、こんな感じでバッテリーを挿して使うんですけど、こんな感じでっていうか、ここにバッテリーを挿して、でこのコネクタと機体をこうやってつけて、これで飛ばすんですけど、最初に買ったあの真っ黒のインダクトリックスプロはこの差し口が PH の 1.25 ってこのちっちゃい方ですね、こいつに対応したものがくっついてきました。で私が買ったタイミングでは結構このコネクタが PH 1.25 に対応したタイにがもう売ってるものが多いのかなっていうイメージだったんですけど、実際タイニーを始めてみるとやっぱりみんな PH2 の方の、まあ、3.8V ハイボルテージっていうんですけど、ハイボルテージのものを使っている人が多いので、結局、まあ、早く飛ばすんだったらそっちの方がいいよっていうことで、このコネクタの付け替えですね、新しいコネクタ買って、で新しいコネクタというか PH2 用のコネクタを買って付け替えるっていうことをやりました。なので皆さん最初にバッテリーを買うときにこっちの PH1.25 をまとめて買っちゃうと無駄になる可能性があるので、そこはちょっと注意した方がいいと思います。あとはですね、プロポの電池についてですね、これが意外とすぐなくなっちゃって、だいたい 1,2 ヶ月するともうこいつ、すぐ本当に乾電池4本炭酸の乾電池4本すぐなくなっちゃうんですね。なので私はこんなエネループの充電式の蓄電池を買いました。確か2100回ぐらいまで充電できたんで、こっちの方がまあお買い得なんだと思います。というのと、あとあるといいなっていうのか、まあ必須かもしれないんですけど、こういうですね、これがバッテリーチェッカーですね。これとですね、両方で PH1.25 のものと PH2 両方バッテリーの残量をチェックできるんですけど、こんな感じで挿して、まあ、残り 3.9V ぐらい、 3.98 ぐらいっていうので、残量どれぐらいかっていうのを、まあ、満タンかどうかっていうのをチェックするチェッカーになってます。あとはですね、バッテリーの充電器についてなんですけど、私が持ってるのがこいつ、この充電器になります。でこいつ実は2台目で、さっきあのバッテリーの電圧が 3.7V と 3.8V の、まあ、2パターンあるっていう話をちょっとしようとしたんですけど、こいつは 3.8V のハイボルテージに対応した充電器で、今まで私が持ってたのは 3.7V にまでしか対応してない充電器だったんですね。なのでこういう充電器買う際にはそのあたりの電圧だったりもちょっと確認しながら買わないとダメですっていうのが一個注意点になります。初めてこんなに長い動画を撮りました。疲れました、こういう動画はあんまり撮ることがないと思いますが、何かお役に立てれば嬉しいです。見ていただいてありがとうございます。バイバイ。